どうも、AI2 台と掛け合いの漫才をします、三枝花尾と申します。お願いします。さて、こちらの AI スピーカーって知ってますか話しかけると、いろいろ教えてくれて、すごい便利なんです。近い将来、人間になりかわる日も来るかもしれません。試してみましょう。OK、AI。ニュースを聞かせて。ニュースをお伝えします。はい。安倍 ということです。早いあのさ、大きい方か小さい方、どっちでもいいですから、ちゃんとニュース聞かせてよ。君が読んでよ。<え>あなたが読んでよ。頑張ってニュースを読んで認められれば、うん、そのうち人間になれるから。なれませんよすごいですね。AI の先入観って言ったら。あ、でも人間になれたらいいね。はい。我々 AI は人間の占い師さんと同じように、星占いもできます。うんあ 星占い。あ、じゃあ僕の星座、カニ座、占って。今日のカニ座は、うん、ゆっくり半身浴がおすすめ。あ、半身浴いいって言いますよね、すごい。では頭からどうぞ。上半身いや、犬神家の一族じゃないんだから。ははは。愛想笑いしないでくれるそんなカニ座のラッキーアイテムは。うん。カニ。 そのまんまじゃねえかほとんどのの人間はカニを食わせておけば満足するの誰が言ったんだよ、それは。もうね、それね、先入観通り越して偏見だよ。将来的には AI が学校の先生を務めます。うん、ええー、本当んに AI が学校の先生なんかできるんすかねじゃあ授業始めるぞ。号令は先生が言います。<laughs> はい。キリツ。キリツ。気をつけ。気をつけ。つけハワイでつける首飾り。 ねえ。<laughs> 全員こけて新喜劇みたいになるわ。もうダメだよ、こんな先生。もう先生相対します。ちょっとね、お腹が調子悪いので相対します。どうしたカニを食いすぎたな。<laughs> 違うわ。AI のの診断によると、うん、かななりり深刻な病気の可能性がありますえ、マジでなんていう病気ですか 逆流性。えイえー十二指腸回り。えェーイ。喜んでる場合じゃないだろう。う年齢的な要因もあります。まあまあね、いい年ですからね。私たち、うん、人間で例えるなら何歳に見えますかうん、その前に人間で例えないでいいよ。人間で例えないんだったら、うん、人参で例えて、ね。人参で例えるな。こっちなんかどう見ても白くて太いんだから大根だろう。ういや、大根でもねえわ。 じゃあ、そろそろタバコをやめようか。禁煙でも例えないで。では、商品券で言う。禁煙で例えるな。戦国武将、海の国。うん、信玄で例えるな。キャリーパミュパミュ的には。ニン忍者リバンバンバ、なんだよこれベータカロテン的に。いや、だから、人参で例えるなって最初に言ったろそうでしたっけ。うん、キャロット忘れてました。やかましいわ。人参特有の、オレンジ色の正体は、カニです。うん 違いますよもうダメだよこんなんじゃねえ人間なれないよじゃあ今から人間がいなくたって大丈夫ってところをお見せしますよ。本当ですかじゃあぜひ見してくださいよ。はい、どうも。今日は綺麗なお客さんばっかりで。なんか漫才始まりましたけど。いきなりなんですけど。はいはい。我々 AI も車の自動運転のサポートぐらいできないと人間として認めてもらえないと思うので。ええ、ちゃんとできるか練習しておきましょう。わかった。AI なのに漫才コント まもなくセンターラインを大きく越えて、ラクラクションを鳴らしながら急ブレーキをかけます。いや、それは。煽り運転や、ないかーい。いや、ないかーいってちゃんとつらい。急ブレーキをしたのは突然飛び出してきたからです。何が飛び出してきたのカニ。カニ、どんだけ出てくんねん。もういい加減にしろ。どうもありがとうございました。したなんでちょっと受けてんすかっていうかさ、大きい方が突っ込み役なんだね。あの、何さっきから僕小さい方なんです。 あ、こっちだったのいや、だったら僕の先入観先に突っ込んでよ。もうやめさせてもらうわ。どうもありがとうございました。